相席スタート山添寛の桜橋919。貸主の皆さんこんばんは。気高き債務者相席スタートの山添寛です。好奇心が開花するエンターテイメントの架け橋桜橋919。毎週火曜日は私相席スタートの山添が東京のミクチャスタジオから生放送でお送りいたします。いやー、ということで、なんかこのなんか映えてますね。ガチャガチャしてんな。おー、そんなね、全部こう大事なことしか書いてへん、そのロゴを見てガチャガチャしてんなはちょっと良くないっすよね。ねえ。でもこの桜橋といえば、やっぱ言わずと知れた独房感。これが売りやったじゃないですか。まるで、すごい映えたスタジオからお届けしてるみたいにミクチャの方には映ってるかもしれません。でも皆さん、ミクチャの皆さん安心してくださいね。ちょうどミクチャで見える範囲しか張ってないんで。うん、それ以外はしっかり独房です。うん。何ですか？あ、そうか、これ上映ってないんですね。あ、カメラ動かしたらな、ちゃんと。ちょっとカメラ動かしてみるか。これこっちですか？こっち側。こっち側ちょっと動かしてみるか。ちょっとやっぱ桜橋感なかったら、違うとこから届けてんのって思われたらあれですか、上映るかな、どうですかこれ。天井のこの角とか見てほしいんですよ。これ。えぐいガムテあるでしょ。ね。このアットホーム感伝わりますかこれです。こういう番組です。いいでしょう、いつもと同じ場所から届けてますからね、安心してください。何にも値打ちこいてませんよ。スタッフさんができる限り映えさせようと努力してくれてる結果でございます。ということでですね、最近Aマッソのカノちゃんと、リョフカルマさんとお仕事させていただきまして、で、リョフカルマさんがね、フォローしてくださって、僕もフォローさせてもらったんですけど、ツイッターの方をね。リョフさんフォローしてくれたはる人は知ってるんちゃうかな？グラビアのお姉さんのね、画像めっちゃ出るんすよ。リョフさんフォローしたら。まあ、告知やらリツイートやらで。で、僕それが恥ずかしいとかね、困ってるとかっていうわけではなくて、なんなら、お姉さんたちをわざわざフォローせんでも、呂布さんをフォローしてしまったがために流れてきてしまっているっていう大義名分のおかげで見れているということで、すごくありがたいです。うん。本当に呂布さんには次会った時感謝しようと思ってます。嬉しいですね。やっぱ自分でわざわざフォローするのって一個勇気いるというかね。うん。お姉さんにもスケベな男子ねって思われるかもとかやっぱあるじゃないですか。それをすべて、リョフさんが一手に引き受けてくれてる。本当にね、すごい素敵な方やなって思いましたね。で、同時に僕の中に、あ、こんなスケベ心あったんやってね。堂々とそのグラビアの方をフォローしてみりゃいいのに、あ、リョフさんありがとうってここで思うってことはやっぱむっつりやったんやなって気づきましたね。いや、最高でしたね、リョフさん。面白い方でした。あとはね、ちょっと、1ヶ月ぐらいですかね、前の仕事になるんですけど、ほんま芸能人に僕疎くて、それがゆえにね、なんですけど、僕が愛したすべての君へっていう映画があって、君を愛した一人の僕へっていう映画2本同時上映10月7日にしたんですよ。で、その映画にまつわるイベントに参加させていただいて、で、それが、まあ、女優さんお二人と我々コンビで、まあ、喋らせてもらうその作品についてっていう回やったんですけども、もうその映画の説明で、俳優の宮沢ひよさんという方が、声優で入ってらっしゃるっていうのでね、僕が説明するときに、宮沢まで読めたんですけど、氷魚さんなのか、氷魚さんなのか、
る魚と書いてヒヨさんなんですよね。僕はちょっと存じてなかったので、無知なばかりに。出てきた二択が氷魚さんと氷魚さんやったんですよ。この、どっち飛び込んでも泥の二択。僕は、氷魚さんで行ったんですよ。そしたらね、収録止まっちゃいましたね。本当迷惑かけてしまいました。本当以後気をつけていきたいなとは思っていますのでね。ちょっとこの人危ないでとか、気ぃつけなあかんでっていうのあったら皆さん、ちょっと先に教えていただければなと思っております。今朝ですね、そうですよ、今朝の話をせんとダメなんですけれども、まあ、一応聞いとくんですけど、僕、このラジオ、聞かないでって言ってますよね。聞いてる人いないですよね。なぜこのラジオを聞いてるんですか？聞かんといてって言ってんのに。まあ、もし聞いてる人がいたら、あなたしか聞いてないんで、責任持ってくださいよ。何かが漏れたら、あなたがバラしたってことになるんでね。あなたしか聞いてへんねんから今。というのもね、今朝ラビットに出演させていただきまして、でその番組内で、この山添桜橋919という番組がなんと、ありがたいことになのか、まあ、扱われる事態となりましてね、それがまあ、いい出方ではなかったです、正直。何やってくれてんねんという、まあ、恥ずかしい番組紹介だったんですけれども。というのも、前に、スノーマンの伊達様と、ロケ行ってきたよっていう話を、情報解禁前に俺がしちゃってたと。今日の内容で言うとね。この番組で喋っちゃってたと。でしかも、そのロケの内容で、めちゃくちゃ怖いお化け屋敷に行き、そこで長らく5年どういうお化け屋敷でどんだけ怖くてで、ディレクターの小沢さんを道連れにしたっていうね話をしたことで、情報漏洩事件として、ここのその時喋った内容そのまま何してくれてんねんってことで流れちゃったんですよ。これね、ほんまラジオの放送だけではバレてへんかったんですよ。ネットニュースになってやつらにバレたんです。産経さん避けてよ。ネットニュースなったらバレるって、もう今もみくちゃんのコメントで来てるわ。ネタバレ日記とか。恥ずかしい。本当に。このラジオだけやったらバレへんねんか、ひっそりやってんねん。でね、まあまあ、今日今朝のそのラビットで、このラジオのことを、まあすごく悪くね、言ったんですけれども、まあ一応ですけど、あの行動の真意、まあみんな気づいてくれてるよな。まあ、もちろん私山添はこのラジオを、家だと思ってますし、ふるさとやと思ってますし、大切な大切な、そういうものだと思っています。そんな大切な場所を TBS のあの朝のドキュン番組にね奪われそうになったから、まあ一応ああいう言い方をしたっていうね、伝わってるとは思います、リスナー貸主さんの皆さんには。まあ、全てはこのラジオを守るための行為。ずっと一緒だよ。ずっとも。あとですね、この一件にあのなぜか壁ポスターの永見くんが参戦してきてるそうで。何やら、まあ、同じラジオ大阪の中で、壁ポスターの二人も番組やってて、それ、で、まあ、仲良く告知させてもらってるみたいなことをしたかったんですよ。ラジオ大阪仲間やからということで聞いてくださいって、参戦してきてるそうなんですけれども。まあ、確かにラジオ大阪仲間ですけど、まあ、知らない番組なんでね、つながりは持ちません。
僕はあの、バナナムーンとかと繋がりたいんだよね。うん。うん。うん、そうなんですよ。一個だけ言いたいのがね、ほんまに、ラビットに、心よく音声渡した、桜橋スタッフ誰や。そこで止めれたやろ。今日スタッフさんに言われた。いやー、音声いただきましたよ。心よくいただけましたと。誰や。くっそー。身内にいるな。舞い上がるな。相手が、どでか番組だからって。どっしりやろうや、こっちだって。あ、ラビットかなってなるな。なんでも用意しますって言うな。向こうドキューやんぞ。火曜日なんか特にドキュンなんやから。穏やかな曜日もあるよ。火曜日はドキュンやね。気ぃつけなあかんよ。ラビット様、ラビット様って思うな。一生、一生大切な仕事、どちらも大切な仕事。滑り込ませろ、紛れ込ませろっていう気持ちがなかったか。恥ずかしい。俺らが大事にすんのはそう、アロー様。アロー、ヒップステイン、アローさーんや。ラビット様じゃないね。まあまだね、ラビットご覧になってない方は TVer で見れますし、その今日のおすすめポイントで言いますと、なんかね、いろいろ盛りだくさんやったんですけど、まあ、全然肉焼かへん伊達様とかね、あと、インディアンスとミキが今日一緒やったんで、もともと田淵とね、後世が一緒にコンビを組んでたんでね、昔、破れかぶれという。で、そこで、サプライズ漫才にする流れになってるんですけど、まあそこも感動になってます。そこの感動よりも、サプライズ漫才、急遽漫才させられる二人の後ろで、睨みつけるように、くすりとも笑わない、インディアンス・キムの表情だけは絶対見逃さないようにしてください。僕は一瞬だけ振り返ったんですけど、最高にいい顔してましたよ。うん。ほんとね、静かに怒るってこういうことなんやなって思いましたね。ゼロの顔。ゼロの顔やけど、めっちゃこいつキレてんなっていう。最高の顔してました。でもなんか、ちょっと書かれたらしいですね、キム。あんな、後ろであんな、キレなくても、みたいな。マジギレしてて、引いたとか、だから嫌いとかなんかちょこちょこ書かれてましたけど。いや、あれがあるからおもろいやん。いや、そこで、そんなキムに怒る人いんねやとはね、ちょっとびっくりしましたけどね。破れかぶれの漫才もあのキムの目線以降あるから余計盛り上がった感じ僕はしましたけどね。あとはですね、ガチでちょっと心霊現象ちゃうんかっていうところ、一瞬 V が止まったとことかもあったんで、それが TVer とかでも見れるのかわかんないですけど、もしかしたらそれも、確認してみてください。ラビットであんなん見たの俺初めてなんで、TVer で見れます。はい。生放送ということで、リスナーの皆さんからもメールで参加していただきたいと思います。今夜のメールテーマは、怖いもの。私山添はそうお化け屋敷が怖くてですね、あとは高いところ、皆さんは何が怖いでしょうかということで送っていただきたいと思っております。こういうメールテーマの時ね、山添さんが怖いみたいな投稿がちょっと多分被りまくるので、うん、その方向性のやつは一旦ね、いらないんでね、うん、その上のさらに超えたやつくださいよ。凡庸な発想で送ろうとした自分がいらっしゃったら、その人は恥じてください。うん。
受付メールアドレスは yamazoe@obc1314.jp です。yamazoe@obc1314.jp。 リアクション、感想メールの方もお待ちしております。ツイッターは、ハッシュタグ、山添桜橋919。こちらでたくさんつぶやいてください。この番組はスマートフォンアプリのミクチャでも同時生配信中です。スタジオの様子を見ることができたり、放送後にミクチャ限定のアフタートークの方も配信しております。さらに、放送終了後から1週間、アーカイブ配信でも見ることができます。ぜひミクチャの方でもご覧ください。相席スタート、山添桜橋919。この後1時までの2時間、ぜひ最後までお付き合いください。ここで1曲、米津玄師で55幽霊戦。この時間は相席スタート山添館の桜橋919をお送りしています。いや、ちょっと皆さん勘弁してほしいんですけど、今日は過去一メール来てるらしくて、やめてください。こんな番組信じられへんと思うんですけど、サーバーパンクするんですよ、この番組。すぐメール急に来るとあんまり送ってこんとってください。一回パンクして、一人からしかこうへんなった日やったんです。やばい、またパンクするんじゃん、もう。来てますか、大丈夫ですか。高橋さんがてんやわんやしてるわ。ラジオネーム3タイガー。お前、このラジオでラビットのロケのお化け屋敷のこと話してたとき、あくまで一部ですからみたいなスタンスで話してたけど、実際のオンエア見たら1から10まで全部話してたことが分かりました。もう今後誰があなたのことを信用するんでしょうか。ちゃうねんって、ほんまにこれはもう、今日のはみ出しラビット見たかな、三体が、俺がすっごい推理してる。これ裏話ってしてええやん、仕事の裏話って。それセーフやん。やけど裏話として俺が話したことをあたかも元から表だったかのように編集してオンエア出したら、情報漏洩事件の犯人は作れるわな。そういう視点も一回持って今一度考えてくれ。本当に犯人は俺か、決めつけんの早ないか、そういう話です。裏話じゃないよあれはって来てる。まずやで、ロケでお化け屋敷なんて行くかな。なあ、行くと思う？お化け屋敷ゾーンは全部裏ちゃう。裏用の場所や思わへん。これむずない？何が表じゃっていう話になってくるやん。さすがにうずまさの、時代劇のね、催しできるのは表やっていうのはわかんで、お化け屋敷は表かね。東京都ブランシモン。山添さんこんばんは。本日のラビット拝見しました。ついにラジオ大阪、そして桜橋919が全国、それも朝に進出しましたね。これは何もかも山添さんのお力のおかげです。自分を燃やし、この番組を広める動き、まさに伝統のフランベゲーでした。これからは貸主ではなくシェフ、そう呼ばせてください。誰がシェフやねん。フレンチの炎上しやすいからフランベちゃうねん。なあ、そんなつもりないねん、ほんま。伝統芸みたいにせんとってくれ。そんなつもりはない。ほんまに俺は、ただただ、あのロケが楽しくて、絶対見てえなっていう、ラビットの告知をしたんや。そしたらもう、あんないつも優しい顔の伊達様まで、キリッとした顔で、何してくれてんだって言ってたわ。
CM 中にも。あんた何してくれてんだ。ええ声で言うてたで、なんか偉い。千葉県、小林部活やめるってよ。山添さん、朝のラビットお疲れ様でした。僕は通学時間と被っていたのでリアルタイム視聴はできませんでしたが、ツイッターでその盛り上がりの大きさを想像することができました。ところで以前から思っていたのですが、山添桜橋919って、ラジオの生放送中じゃないタイミングの方が盛り上がってませんか？まあ、尺調整もままならないあたり、当然と言われれば当然ですけど、もっとラジオ頑張っていいよーん。応援してるよーん。ええね。神尾さんの言い方すんなよ。しんちゃんの言い方。多分間で入ってくるぞ。本家が。聞いてよーんが。もうこれはもう、お聞き逃しなくとしか言えへんわ。ほんまに。ん？あ、この芸能人読めますかクイズが来てる。ありがとう。うん、クイズにせんでええけどな。福岡県。ラジオネーム、セブンスリージャック。山添さん、この女優さんの読み方はわかりますか？靴なしより。これはわかんない。これはわかんない。一回インタビュー行ったことあるんですよ。そうそうそう。その時ね。いやー、これ行ってなかったら読めんよな。うん。確かに。ほんまやな。そういうことなのよ。これやったらさ、でも、もう、なんか、始まる前に、なんか、すいません、なんて呼びますかとか、調べたりしそうやん。氷魚さんはさ、しかもさ、一丁前に、魚って自分で変換してんのとか、マジキモないですか。東京都、トリケラトプス。あ、これも、芸能人の読み方クイズ。山添さん、ヤギラユウヤさん読めます。もちろん浅草キッド見てるからね。めちゃくちゃ好きやし、最高やって。まあまあ、またね来たら。あ、ありますか。だから意外とインタビューとかお仕事さ、そうか、そうか。セブンスリージャック。なんて読む。山添さん、この俳優さんの読み方わかりますか。板垣。これは、季節の木みたいな、リーですよね。木、上に木で下に子供の子。で、光で人。板垣。まあまあ、パッと浮かんだんは、まあね、多分泥やけど、気候人。うん、で、もう一個の飛び込む方がリコニン。かわいい。かわいい。性別もわからへん。リコヒト。リコヒトさん。あ、答えも載せてくれてんや。ああ、板垣リヒトさん。板垣リヒトさん。わあ、わからへんわ。リヒトさん。一文字一文字一文字ね。はあ、なるほどな。ありがとう。もう絶対忘れへんわ。いや、もうこれでK さんに迷惑かけてるんでね。もう K さんももう、マジで言ってんのって言ってたから。うん。こないだね、K さんで言うとね、僕らのコントでね、付き合って半年っていうコントがありまして、で、それは、彼氏役の僕が、彼女役の K さんに対してね、まあ彼女さんに対して、元カノの名前を呼んでしまって、そっから喧嘩に発展して、まあ、元カノとまだ連絡取ってんねやろみたいなこと言われて、で取ってへんよみたいな。で、そんなじゃあ疑うんやったら携帯見たらええやんって自分から差し出して、まあバレるっていう、バレて切られるっていうコントがあるんですけど、その時ね、まあ罪に罪を重ねてね、小道具で置いてるクッションで俺もしばかれるくだりとかがあったりするんですよ。で、もう顔にバンバンクッション受けるんですけど、劇場に置いてあるクッションってもうほこりまみれやったりするんですよ。とんでもなくほこりパーンって舞ったりしてて、ね、
で俺もう本当にそれ吸い込みまくるから、そのネタするたびに調子悪なるから、あの頭で受けてたんですよ、下向いて。やっぱ K さん S やなって思ったんですけど、彼女役のまま顔で受けたくないからって下向くなって言ってきたんですよ。そっからやっぱ顔面で受けてね、とんでもない量の埃吸い込む結果になったんですけども、Kさんねやっぱね S やと思います。めちゃくちゃ S ですわ。僕に対してだけかわからないですけど、絶対わかるはずなんですよ、埃の量とかも K さんも見えてるからなあ。顔で受けないように下向くな、顔で受けろ。あれはさすがに痺れましたね。俺も彼氏役から降りれへんからね、うん、笑ったりできへんから、その分許してよとか言いながら埃を吸うっていうコントになっちゃいました。あのこの番組で、まあ、先週かなお伝えしたんですけど、あの GAG の福井さんにお会いしまして、相席食堂見ましたよと、面白かったですと。そうなのよ、あの怪我はそうだったんだよとか言われてね。でもうだいぶ良くなってて、もちろんこのラジオに来てくれはった時は眼帯してはったんでね、心配やったんですけれども、でなんかその話を聞いてると、相席食堂の話を、なんか今ちょっとなんかね、プチ炎上じゃないですけど、なんかちょっとお叱り受けてるらしくて、福井さんが。そのお叱りっていうのがね、相席食堂の K さん、あ、K さんじゃじゃ、福井さんのオープニングで仙台行ってはって、福井さんわーって勢いよく登場して、牛タン踏んで滑ってこけるっていう登場ボケしてはったんですよ。でその牛タンもちろん作り物なんですけど、仙台出身らしき人からお前舐めてんのかって来てるらしいです。牛タンを踏むなんてお前舐めてんのかって来てるらしくて、あマジっすかっつって、あそれ気ぃつけんとダメなんすねみたいな、そうなんだよって言って、その一件だけではなく、その回にひょうたん揚げっていう、なんかねこう言ったら串揚げみたいなの食べはったんですけど、それ食べて、ほぼアメリカンドッグですわっていう言ってはって、それに対してもどこ出身の方からかは分かんないですけど、数件お前舐めてんのかって来てるらしいっす。ご気分悪くされたってことですよね。それってそのひょうたん揚げファンですか、ひょうたんファンですか、揚げ物ファンですか、ひょうたん型に模したかまぼこファンですか、串揚げファンですか、どこに刺す、その、なんていうんだろう、剣があったのか分かっとかんと、やっぱ僕らって気ぃつけるようもないから、アメリカンドッグファンの可能性もあんのか。そうか。アメリカンドッグが傷ついてる可能性もあんのか。むず。むずいって、これ。ほんま気ぃつけな。あかんやん、こんなご時世って。気ぃ配れるとこまでは気ぃつけなあかんやん。わからへん。舐めてんのかだけじゃ。俺もね、アメトークでね、じゃない方芸人っていうの出させてもらった時に、ちょっとね、うろ覚えなんですけど、どういうタイプの芸人かみたいな自己紹介で、僕はいわばナルト芸人なんです、みたいな。ラーメンにナルトが入ってなくて、食べ終わっても別にナルトのこと思い出さないじゃないですか。でもあったら嬉しいなぐらいの感じというか、つって。で、ナルト目的でラーメン食べに行く人いないじゃないですか、っていうのを話したら、お前舐めてんのかって来たんですよ。それは、四国出身の方なんかなって僕は思ってるんですけど、いや、俺なりには、一応ね、その、言いたい放題言ってるわけじゃなくて、最低限の、配慮はしたつもりというかね、
あの、ナルト屋さんが聞いても、あの、聞いた時に、ナルトを一番好きって思ってるやつなんていいひんからな。これは、ナルト屋さんはもしかしたら傷つくかもしれないじゃないですか。だから、ナルト目当てでラーメン食いに行くやつはいないという風にしたんですよ。それやったら、まあ、共感あるあるはあるから、ナルトだけを下げてるわけでもないし、その自称のことで言ってるから大丈夫かなって思ったんですけど、やっぱその、ナルト舐めてんのかっていうことになったということなんですかね、それは。それか。それか、その四国のラーメン舐めんなやったかな。それかラーメン好き舐めんなになってんのかな、これ。どういう方向なんでしょうね。どういうところでこれだから許せないってなってんのか。あーんって。こいつってなってるわけじゃないですか、その人。その、ほんま福井さんとね、その、怒るきっかけ探してへんってなったんですよ。その、日々ストレスが表面張力ぐらいまでひたひたの状態までなってて、ここ怒れるってなった時に全部の怒りが来てないかなっていう話をしてたんですけども、でもそうじゃなかった場合、どこが許せないのか分かってんとダメじゃないですか。その、ナルト目当てで行く人いないっていうところで、ナルトのこと低く見積もりやがってってなってんやったらもっと気ぃつけなあかんし。ナルト目当てでラーメン食いに行くやついるだろどこの事務所のやつだ吉本だこの放送局どこだテレビ朝日ってこうなるわけじゃないですか。もしもしってなるわけじゃないですか。もちろんね、好みなんて人それぞれやからあれやねんけど、あ、これでも怒られんのかと。だから今日のやつもね、例えば、お化け屋敷入らなかったじゃないですか。で、日本の社長来れへんかったっす。俺がごねたせいで、最後の焼肉日本の社長来れへんかった。これはでも日本の社長ファンの人からしたら、俺申し訳ないことしたなって思うんすよ。これはわかるんす。やけど、アメリカンドッグと味一緒だって？舐めやがってもしもしごにょ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 。ここをどう怒ってんのかが分からへんねん、俺は。とりあえず、死ねーとか言ってるでしょ。多分ね。そんな芸人死ねーって、俺らのこと多分言ってると思うよ、その人ら。何で怒って、ただね、やっぱこう、ガチガチではあります。やっぱ、福井さんのボケにしろ、俺のそのね、ナルト芸人のボケにしろ、そのボケで、数人はキレてるわけだから、昔からあったんかなって思うんですけど、でも今の方がやっぱガチガチになってきてると思うんですよ。その、キレレーダーというか、セキュリティがね、その、もうサーチライトでも探し倒してると思うのよ。で、それに当たったやつがいたら、ガッって言って、俺と福井さんがこう走ってる動きで、非常口のマークみたいなんで、バッって、映って、ワン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 つどこの事務所だもしもしってこうなるんすよ。なんとかそのサーチライトを避けてね、ボケを繰り出さなと思ってるんですけど、なかなかね、厳しい。セキュリティキレレーダーの時代には突入しております。一旦ここで一曲聴いていただきましょう。オズワールドでコンプフレックス。この時間は相席スタート山添寛の桜橋919をお送りしています。メールありがとうございます。東京都トリケラトプス。山添さんの推理通り、ラビット側が裏内容を表内容にしたとするのなら、ラビットは一座です。もしそうだとするなら、僕も山添さんに加勢しようと思います。いや、その精神はあるかもしれんよ、ラビットには。やっぱもう生放送内でのスタッフさんの迅速な対応。あとはもう、
緻密な構成、そして2時間ぶっ通しで満足度の高い、作り、あれ見たらもう優秀な人たちが揃ってるようにしか思えないじゃないですか。だとしたら裏を表にすることなんてたやすいわな。宮城県チャオズ。自分は朝ラビットを見れず、先ほど TVer で見たのですが、お化け屋敷のところで止まってはなかったと思います。山添さん多分呪われてます。あ、止まってなかったんや。あ、そうなんや。俺だけに見えてたってこと。だから言っただろ。お化け屋敷なんて行きたくないって。もしもし？TBS？ だから呪いとか怖いって言ったろ。チクショーえらいやつ出せ。もしもし。東京都ハルポン、今山添アンチは全員全員俺のアンチだと。ウォータースライダーやらない。お化け屋敷に入らない。バンジーは飛ばない。これはアメリカンドッグ以上のお前なめんなが、情弱なメールサーバーに来るでしょう。お前なめんなでパンクさせんのだけやめて。そんなん嫌や。なめんなメールでパンクすんの嫌やな。恥ずかしいわ。そんな。来てんのかな。来てそうやな。電話も TBS に。ウォータースライダーの時とか行ってそうやな。いや、電話が。もしもし。重大な子置いてって。あんなの放送して。で、見てる私たちのこと何も考えずに。笑顔で途中で帰ってったあの男の芸人。死ね死ねって言っとけ。ガチャなってる、絶対なってるわ、なってるわ。あ、俺のことや。ラジオネームマナ、ん違う、夏真っ盛り。もしもし、なんでスタジオ白くなってるんですか。黒のスタジオが良かったのに。なめるなよ。怒ってる人おるやん。ほらほら、ダマでこういうことやるから。ほら、もうどっからでもいんねん今切れる人。やっぱそういう目線を常に考えて想像して動かんとあかんねんこの時代。怒ってはんで、もう活字で伝わってきたわ。びっくりマークいっぱいありすぎて。夏真っ盛りさん怒ってるから、怒らせんようにしようや。安心して聞いてもらえる番組目指そうね。穏やかに、どうか穏やかに聞いてください。そんな我々はリスナーを怒らせようと思って放送してる番組ではないのでね、できるだけ配慮してね、こっちもその優しいほっこりする番組を心がけてますので、ファミレス午前2時。は？お化け無理？お前舐めてんのか？どこの事務所だ？もしもし？いや、だからメールでもしもしはほんまに意味わからん。電話想定やから。あ、かけながら売ったんかな、このメールを。今、電話もしてんのか、ラジオ大阪かなんかに。ダブルで言ってんのか。やめてよ。ファミレス午前2時が切れてるわ。あ、なるほどな。お化け屋敷ファンが怒ったんか。その、良くないお化け屋敷に移ったかもしれんと。うん、怖くないだろ。怖くないだろ。怖くないだろ。
それお化け屋敷にとってマイナスやん。あんな怖い怖いってお前さ、ごねてごねて。怖くないだろ。お化け屋敷は怖くないだろ。さっさと行け。一人で行けよ。あたかも怖いみたいに。全く怖いものじゃないだろ。いや、それはもう、お化け屋敷のアンチやって。お化け屋敷のためになってないって。確かにな。自分が普通やと思ってるものをファンの人もいるし、うん、自分が嫌いなものにもファンはあるからね。福岡市、お堀のナムポン。名前の読み方ですが、女優の真の魚と書いて魔王さんはチェックしていただきたいです。うん。以前霜降り明星がオールスター感謝祭の名簿を見て名前マザクカナテと笑っていたところ、背後にいた本人から魔王ですと注意を受けたそうです。ああ、魔王さん俺わかるわ。あのカメラを止めるなを見に行ったからね。そう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 、そういうね、こう接点があったらまだいけんのよ。うん。俺が読めないって思ったんか。俺もマザかなって読むと。お前舐めてんのか。電話番号載ってんな。え、俺の何本。もしもし、どういう教育ですか。読めます。マザかなって読まない。失礼、失礼なやつ。そんな気持ちならへんけどな。なんでキレれんやろ。やっぱでも、ね、メールっていうイメージありますよね、うん、メールか。やっぱ今は長文っすよね。長文の DM とか。うん、怖いよな。ほんま気ぃつけていきましょう。ほんとほんと、この芸能人系のね、名前のやつ、助かりますわ。うん。意外と、今のラインナップではいけましたね。てんやわんやなってるやん、高橋さん。多すぎて。今日は、珍しく、ん？どうされました？いいんですか？で、行きますか？行きますか？あ、ここに？あ、そうかそうかそうか。これ決まってるから。なんでこんなにいっぱいメール来てんのに。ありすぎて、逆に。もうさすがには時間がある。あ、そうか、ちょうど微妙なね。もう一通行ったらはみ出しそうやし。つないで。つないでっていうね。で、それを空気全くタッチできへんかったってことね。では始まりだしたんで聞いてください。ロットバルトバロンフューチャリング中村かほさんで月に吠えるです。おはようございます。この時間は愛席スタート山添館の桜橋919をお送りしています。やばい、どっから消えるかわからんからな。東京都マートガスパール。もしもし、先ほど脆弱を情弱と読み、テレビ朝日をテレビ朝日と言いましたね。電波に乗せんな。すいません、すいません、そんな読み方してましたか。そんな言い方してましたか。あ、すみません。脆弱テレビ朝日 でしたね。訂正させていただきます。ハゲイナズマ。もしもし、脆弱ファンですけど、脆弱の読み方間違えて収録やめないなんてどうなってんの。脆弱よ、脆弱、脆弱。脆弱でしたよね。すみません。はい。ちょっと、不備がございました。お詫び申し上げます。失礼いたしました。ずっと春休みでいいのに。もしもし？なんで今日 T シャツピチピチじゃないの？ピチ T が好きなんだけど、死ねー！なんでやねん。なんでやねん。こないだ一回だけやん。T シャツ縮んでたん。これ、初めてラジコで聞く人全く意味わからんから。
いきますか。引き続き、あれ、また俺なんかやってます？大丈夫。募集していいですか？まだ募集しない。お待ちください。やばい。高橋さんからガチでこの後クレーム入りそうや。僕の雰囲気感じ取って、尺調整の空気も感じ取って、尺調整しなきゃいけないとか言って尺調整するんじゃなくて、もっとスマートに音言ってくださいよ。もしもし、今テーマメール行こうとしてるだろ。続いてはテーマメールです。ずっと春休みでいいのに。僕は下道での車線変更が怖いです。免許を取って2年が経つものの、片手で数えれるほどしか運転したことがなく、高速道路だと車が少ないので簡単にできるのですが、下道だとビュンビュンと車が来るのでとても怖いです。まあそうよな。なんか車線変更とかあれ何でしたっけ、こう途中から入るやつ、あれね、あれも怖いって聞きますよね。申し訳ないよな、申し訳ない気持ちになんねんな、運転してもらってると。免許持ってへんからな。そうなんですよ、免許も失効したしね、こうコロナ禍でね、更新行かなくてね。もしもしって頭よぎったけど、大阪府堺市35歳。なんで年齢言ってもったんやもう。闇猫。私は広い場所が怖いです。何もない草原や誰もいない体育館もダメなんですが、スキューバダイビングを体験した時、海の中に顔をつけた瞬間、海の広さでパニックになり、お化け屋敷前の山添さん状態になりました。私がごねた、せいで、他の参加者の方々を15分ほど待たせ、プロのダイバーさんに手をつないで誘導してもらい、なんとか無事体験に参加できました。わかるよ、気持ち。もうわかんね。その気持ちわかんね。で、今迷惑かけてるっていうのもわかんね。そういう時ね。でもうええからっていう気持ちになってんのも全部わかんねん。表情一発で。だから全部言ったわ。お化け屋敷前も。今もう俺がテレビ見てたら、もう今このくだりええなって。いらんいらんって。もう早入れと思うと。でも無理やねんと。でも小沢 D には一個も響かんかったね。一部屋だけって。ずっと同じトーンで言ってた。最初の部屋だけって言ってた。大阪府腹黒いアルデヒド。僕が怖いのは鳩です。僕は鳥が全般的に苦手で怖いのですが、鳩と目が合うとついつい目をそらしてしまいます。そうなんや。目が怖いんや。なんか魚の目が怖いとかは聞いたことありますけどね、鳩もあかん人いんねや。鳥、生き物は大丈夫ちゃうかな。で、虫か。虫がめっちゃ嫌いですね。この虫乗ったカレー食うたことあるわ。涙出たわ。コオロギせんべいとかね。コオロギラーメンも食ったな。ほんまに。あれでクレーム来たら俺もたまらんわ。でもあんやろな。なんで泣いてんだ！おかしいだろ！泣きたいのは虫の方だ。言っとけ。泣いていいのはお前か。おいしいと言え。それは虫側でもないって。もうどこにファンなんか分からへん。ほんまにおいしいと言え。綿菓子のベッド。僕はメガネケースが怖いです。
メガネケースって、どれも閉まる勢いが半端なくて、わかる！ふと使うたびに慎重に扱ってしまいます。めっちゃわかるわ！めっちゃわかる。パタンって閉まるよな。あの、続きにもらったメガネのケースもそうやわ。めっちゃええやつ。だから。パチーンってしまう、ね。なんやろ、あの、じゃ、使うんやんなって言われてる気すんの。しまうってことでいいんやんなって、ちょっとなんか箱側に切れられてる感じすんねんな。確かに、あれ、あの速さクレーム来ないんすかね。確かにね。ほんまや。やすぎんだろ、あれ。指輪さんだらどうすんだ、なんか、もう使わないんだなって言われてる気がしたわ。きつく言っとけ箱に。俺から言うのめんどくさいから、お前から言っとけ。えらい箱に言え。確かになぁ、あれは。あと、本社、吉本の本社でもね、バシャーンって閉まるドアあるんですよ、一個。なんかこう、ふわーっ、カチャって閉まる教室が多い中、そのまま、この、ふわーってこのね、自分が手を添えずに閉めたら、バシャーンって閉まるドアあるわ。あれも嫌やねんな。中の人になんか怒ってる人間みたいに映ってんちゃうかなとかね。ありますね。でも、やっぱ丁寧に閉めてくれる人がいいっすね。で、ドアやったら優しく閉めんとなって思うじゃないですか。なんでメガネケースまでそこまで気使わんとダメなんでしょうね。メガネケースやっぱムカつくな。今度電話したろうかな。生まれた。こうやって生まれんのか。こういう人間が、こうやって生まれんにゃ。すっごい今、正義感みたいな感じで言う。正義の気持ちで電話しようとしてた。怖っ。世の中を良くしようとしてた。うん、ほんま、世の中のためみたいな目してた、俺。俺が言うから安心しろみたいな言い方してた。みんなもそうだろみたいな気持ちやった。怖っ。これや。ああ、怖い。ああ、気ぃつけよう。引き続き皆さんメールの方募集します。受付メールアドレスは yamazoe@obc1314.jp 山添@obc1314.jp です。ということで、こちらのコーナーに参りましょう。絆変換。絆変換はパチンコ&スロットのアローナンバーヒップス店の提供でお送りします。借金があります。借金のことを絆と変換する山添のように、あらゆる言葉を絆変換していくコーナーです。その前にお知らせでございます。成田亮君に、全てバレてました。バレていました。なんとですね、僕はLINE 送ったんですよ。今俺のラジオで架空の番組のノリが繰り広げられていると言ってね、このコーナーから生まれた架空の番組、成田亮のネクストグローリアというラジオがありましてね、いやないんですけどね、まるであるかのようなメールのノリがあって、そのことを LINE したら成田くんから、あ、そうっすよね、確かに何度かね、一緒に飲んだことあるんですよ。そうなんですよ。で、誘ってくれたりもしてて、一緒にモルックもしたことありますし、森田さんと成田くんと。で、こういう架空の番組のノリがあるんですよ、みたいなことをね、連絡したら、もちろん知ってるし、毎週聞いてますよ。俺、土曜の9時は寝てますよ。っていうラインが来たんですよ。ね。ということなんです、皆さん。これね、もうご本人にバレてたらもう終了ですよ。これはもうラジオのマナーでしょ。このように存在しない番組のハッシュタグ、アカウント、ステッカー、リアルタイム実況にご参加の皆さん、早急に撤退してください。もういい加減にしてくださいよ、本当に。ほんまびっくりしたわ、 SNS 見て。
いや、行くとこまで行ったんやなと。ということで、皆さんの愛したネクグロ、秋改編でここで打ち切りでございます。優しく売ってるうちにやめてや、ほんまに。ほんまに。俺高橋さん知ってる？土曜の9時に、この番組のリスナーが、まるで、リアタイ実況みたいな感じで、なんとかのコーナー来たとか、ハッシュタグネクグロでつぶやいてたのよ。早起きして。早起きして。ほんまに、ほんま、もう本当にリスナーのプロ根性には脱帽したけども、もうここで終わり。ほんまに、本人にバレないうちに行けるとこまでやん。本人のとこまで届いたらもう終わりよ。うん、これからももう消えていくノリいっぱいあるんやろな、そう思ったら。ラジオのノリを外に出すなって。な？外に出すから、バレんねん。うちうち、何のために、独房スタジオでやってると思ってんの？一個も外に漏らさへんためや。最小限の、最小人数でやってるわ。超防音スタジオよ。そうよ。本当に。外に漏らさんように。その分、遊びは長くできるからね。でもバレたら終わりよ。あんなに派手に、まるでネクグロありますよで、やったらそろそろもう本人届くよ。まあ、毎週聞いてるっていうのに驚いたんですけども。はい、あ。ということでございまして、この絆変化はね、自然薯大学も、おしっこ探偵も、小田切城も、羞恥心ソロットも、全部絶頂期に切り捨ててね、進んできたじゃないですか。なので、こっからまた新しい絆変化を生み出しましょう。新しい絆変換とかいらんねん。危ない。シンプルな絆変換やりたいねん、こっちは。頼むわ。お願いしますわ、高橋さん。ずっと春休みでいいのに。今までギャンブルで負けてきた歴代のお金の絆変換。わだち。そうそう、こういうよ。綺麗。こういうことよ。これなのよ。わだちの、さあ、変換で、友達が話してて、まさか今まで負けてきた、金額やと思う？思わへんや。わだち。いいね。これな、綺麗なのよ。なんか懐かしいっすわ。新鮮。絆変換が。あ、なんか帰ってきたなって。えらい加速してたもん。絆変換でも何でもなかったんやから。ラジオネームブランコ。どこにもあって変わらないものの絆変換。ドラッグストアの店内の香り。いいね。いいね。変わらへんな。あの香りね。そういうことなの。これが絆変換なんです。河川部は見た。気軽な感じで恋人に振られ、いともたやすく捨てられちゃった人、気軽な感じで恋人に振られていともたやすく捨てられちゃった人の絆変換。イロハス。これやん。すんなやん。透明感出た。ペットボトルの捨てやすさとね、かけてね。これこれこれ。本当にこれが絆変換ですかっていうコメントがミクちゃんの方に来てるけど、本当にこれが絆変換なのよ。俺らは、本当に、悪い夢を見てたよ。ね。今やっと戻ってこれた。いやいやいや、なんか物足りひん顔してへんって。いや、おかしいよ。いや、俺は嬉しいよ。そうそう。そういえばこうやったっていう気持ちになってる。いつも原点に帰ってきてんのになんかおかしなってんの。毎回原点には戻ってんすよね、ちゃんとね。3タイガー。リフティング。
リフティングの絆変換。20回くらいでその人がどんくらいうまいのかわかるから、それ以上は何回できようがあんまり興味ない。わかるわ、わかるけど。確かにな、本人は数やと思ってるからな。やけどボールタッチで見てる方はわかるから、あ、この人できる人なんやって。わかるわかる。チクチクのちくわぶ。コラボパッケージのドリンクの絆変換。買う気ちょっとうせる。いや、ファンは欲しなるやん。もともとね、好きなコーヒーがコラボしてとかね、映画とかアニメとコラボしてとかね、 あるな。そういうことなんだ。チクチクのちくわぶ。割り箸に入っている爪楊枝の絆変換。指刺さることあったから、最近入ってないやつ増えてきてよかった。すっごい感想。日記。裏垢のツイートやん。あれで刺さることあんねや。開けてね、パンパンパンって出した時に。これ絆変換か、チクチクのちくわぶな。絆変換ってつけたら何送ってきてもええわけちゃうのよ。ブランコ。東京駅発ののぞみ号で品川駅を通過した時点で3列シートに自分しか座っておらず、名古屋駅までゆったりくつろげると思っていた矢先、新横浜駅から乗り込んだ客が右端に座ってきて、真ん中の席に置いていた荷物を下ろさなくちゃいけなくなった時に思うことの絆変換。金返せ JR 東海。めっちゃその事象はめちゃくちゃわかる。うん、逆の方が多いけどね。あ、俺が来たことでこの人荷物どけなってならはったなっていうのはめっちゃ多いわ。金返せ JR 東海まで思うやつなんかい。ブランコ気性荒いな。いやいや、絆変換やで。うん、プラスに変えんのよ。どん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 切れてってるやんか。ガイルガーゴイル。うなじに縦髪が生え、足の裏に蹄鉄がついた日から1週間、完全な馬になった石原良純が、何これ、夜中に叫んだ悲痛な叫びの絆変換。ちょっと待ってよ。もう一回いきますね。ガイルガーゴイル。うなじに縦髪が生え、足の裏に蹄鉄がついた日から1週間、完全な馬になった石原良純が、夜中に叫んだ悲痛な叫びの絆変換。なんで股間だけ人間のままなんだよ。何してんねん、何をしてんねん。なあ、なんか変わってきたぞ。また加速してへんか。なあ、ネクグロの裏で進化してるリスナーおるぞ。同じ時代を生きたリスナーが別の方向に走ってるやつがおるぞ。みんながネクグロに走ってる時、一人だけ俺は石原良純だじゃないね。ラジオネームガイルガーゴイル。カナディアンビーバーがわしの家に住み着きました。カナディアンビーバーはわしの風呂をせき止めたり、わしのすねをかじったりします。でもカナディアンビーバーはわしの話し相手になってくれます。
玄関に季節の花を飾ってくれますし、カナディアンビーバーが作る肉じゃがは激うまです。そう考えると、カナディアンビーバーが住み着いてくれてよかったですと語る、男の現在の悩みの絆変換。ちょっと待ってな。もう一回行く？全然わからない人おるよな。うん。俺も読みながら理解しようとしてるけど。カナディアンビーバーってビーバーの種類で合ってますよね。うん。じゃあ改めていきますね。カナディアンビーバーがわしの家に住み着きました。カナディアンビーバーはわしの風呂をせき止めたり、わしのすねをかじったりします。でもカナディアンビーバーはわしの話し相手になってくれます。玄関に季節の花を飾ってくれますし、カナディアンビーバーが作る肉じゃがは激うまです。そう考えると、カナディアンビーバーが住み着いてくれてよかったです。と語る男の現在の悩みの絆変換。カナディアンビーバーを養子に迎えたいけど、それによって今の関係性が崩れるのは避けたい。おい、一人で走んなや。なあ、何人かで走れ。誰かガーゴイルと一緒に走ってくれ。こいつはいつも一人で走ってる。そういえば、なんかの先頭におる。ガイルガーゴイル。すごいとかそんなレベルではなく、人間としてのものが違うと思い知らされた水谷豊さんの初対面の人に対する行動の絆変換。すごいとかそんなレベルではなく、人間としてのものが違うと思い知らされた水谷豊さんの初対面の人に対する行動の絆変換。名刺代わりに住民票を手渡し、僕はね、個人情報なんて何とも思ってないんですね、と微笑んだ。ちょっと、かっこいいっすね。ガイルガーゴイル。うん。ああ、ちょっと、かっこいいと思ってしもたわ。うん。一人で、流れに乗らずに、ストロングスタイルで送ってくる姿勢。正直、かっこいい。自分で作った、カナディアンビーバーもう被せない。石原良純も一頭だけ。すごいよ。水谷豊も今回で終わりなんでしょう。まだ味しそうやのに。だってカナディアンビーバーもうちょい欲しいよ。カナディアンビーバーと彼との物語。馬になった石原良純の話。水谷豊さんから教わるような、なんかね、格言。まだまだいけそうやん。欲しいな。ガイル・ガーゴイル、ビビってないな。一座やな。ああ。ちょっと今日また絆変換が新章突入したんではないでしょうか。メール以上でございます。受付メールアドレスは yamazoe@obc1314.jp、 山添@obc1314.jp、〇〇の絆変換〇〇、こちらのフォーマットで送ってください。メールの件名は絆でお願いします。皆さんからのたくさんの絆お待ちしております。この時間は愛席スタート山添館の桜橋919をお送りしております。さて、ラジオネーム、はるぽん。もしもし？ガイルガーゴイル？俺らついていけんて。赤坂5丁目マラソンのワイナイナやめてや。独走。独走ワイナイナ。そうか。だってその方向違う分、そっちに舵切った時により差を感じますもんね。もともといた場所と離れてるから。飛行中のコーヒー。
もしもし、ガイルガーゴイルさんですか？弟子入りさせてください、お願いします。キレてんな。これじゃ無理やって。ええよって言ってもらえへんって。下手くそやな。ヤーパンマン、もしもし、今日聞くの2回目のリスナーちゃんだわよ。カナディアンビーバー。2回目じゃ無理よな。そうよな。何が絆変化やねんっていうのが取れへんよな。神奈川県魔法の三原色、カナディアンビーバーが気になったので調べてみたのですが、ビーバーはアメリカビーバーとヨーロッパビーバーしかいないそうです。カナディアンビーバーはガイル・ガーゴイルさんの造語です。なあなあ、考察で深み増さすなや。桜橋のメールでよ。それさ、ビッグ局の番組でやれよ。こんなこと俺が言いたないけど、桜橋でやるなって。こんな A メール、オールナイトニッポンが君を待ってるって。イグジットの番組とかでやったれって。すげーってなってるぞ絶対に。すごかったね。でも今のは、だって見たいもん、もっと俺、カナディアンビーバーと、石原良純と見たいわ。いや俺カブセ好きやからな。カブセドラマ生まれるから、だからガイルガーゴイルのストーリースピンオフ作れる人いてもね、嬉しいけどね。東京都トリケラトプス、もしもし、メガネケースが勢いよく閉まる理由ですけど、ケースを落とした時にメガネが出ないようにするのが理由って言われてるらしいですよ。いやいやいや、優しいやつやん、ええやつやん。え、全然電話繋がらへんかって怒ってんの。何に怒ってんの。苦情ないやん、苦情入ってなかったよ。ありがとうっていう気持ちだった今。そうなんやって。そうですよ。なんでなんかなって多分思ってる人もおったからさ。だからじゃないですか。だから普通に言ってくれたらいいよ。その、いい情報やったから嬉しかったからさ。だから言ってるんじゃないですか。どこに電話したらすぐ繋がるんですか。待たされましたよ。あ、待たされて怒ってたんや。俺これで喉飛ぶん嫌やな。大阪府腹黒いアルデヒド、もしもし、最近いいこと全然ないんだけど、死ねえ。生きにくいやろ。それで一気に死ねまで行くんやったら生きにくいって。みんなそうやね。いいことないときあんねん。そんなばっかりよ。言い過ぎやって、それで死ねは。バカぐらいのテンションなんですね。まあ今関西人とかは結構、ほんと軽いテンションで死ねとか言い合ったりとかっていうの昔ありましたけど、それもね、気ぃつけんとダメですからね、こういうご時世は。引き続きメールの方募集させていただきます。受付メールアドレスは yamazoe@obc1314.jp。 yamazoe@obc1314.jp です。それではこちらのコーナーに参りましょう。バニー。行き過ぎた言動で朝の情報番組を追放されかけた山添が、今後あらゆるテレビでどんな行動を取るのか、そのシチュエーションとセリフを予想して送ってもらい、そのようなことを絶対に起こさないように気を引き締めるコーナーでございます。皆さんありがとうございます。東京都ブランシモン、寝坊して布団の中でマネージャーからの電話に出た山添、
もう着きます。無理やって。嘘に嘘を重ねる気やん。これもう、この一個だけじゃ無理やって、この嘘一個だけじゃ。電車混んでて、とか。いろいろ助けやん。止まって、とか。タクシーが全然来なくて、とか。送られてきた場所で会ってんのかな、とか。これはね、もう着きますはちょっとひどいね。言わんようにせんと。ずっと春休みでいいのに。ごめんなさい。出演者全員で大縄跳びを30回跳べたら豪華景品がもらえるときに、25回目で引っかかってしまったときの山添。なんで俺が悪いみたいになってるん？お前のせいやろ。いや、これ、こん時は俺大丈夫や。ちゃんと謝るわ。うん。逆に、引っかかった人をめっちゃ嫌な目で見てまうのを直さなあかんから、俺。そんな顔で見るっていうような顔で見てまうから、そっち直さなあかんわ。うん。自分の時はその分、ごめんなさい。うわー、ごめんなさいって言うよ。うん。ラビットのさっくんも、めちゃくちゃ変な飛び方してた。なんかね、苦手なんですって。縄跳びがかな、そういうのがかわかんないんですけど、その大縄ってトン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 ってなるじゃないですか。そのトントンの感じがでけへんらしくて、でっかいジャンプで全部早めに長く飛んで、ジャンプ力のみでラビットの30回2回ぐらいやってたかな。すごかったな。それでノーミスやったもんね。ただただ高く飛ぶっていう飛び方してたわ。高知県、土佐県人間。アイドルに振ってください。というカンペが出た MC の山添。じゃあ、次の企画に行きましょう。何や思ってんねん、俺を。振るって。アイドルに振ってくださいってカンペ出てんねやろ。振るって。勝手に決めへんって。面白待ってるかもしれんやん。いや、確かに、1、2回無視したことあんで。芸人人生で。カンペをね。うん。そんなことで無視はせえへんよ。いや、これで、そのカットインすんのはちょっと先輩に失礼やっていう時とかに、目をそらして見てへんふりみたいなね、はしたことありますね。ラジオネーム、ミミミカン。バラエティ初出演の新人アイドルのエピソードトークがめちゃくちゃ面白くなかった時の山添。今度エピソードトークの話し方を教えてあげるから、家来る？AV やん。ただの。うん。AV のシリーズやん。お前言わんて。そんなもんさ、あれやって、そんなもん。いや、トークって言ってたじゃないですか。何ですか？いやいや、もうそんな、ピロートークって知らんの？ああいう時が一番おもろいねんで。ああいう時に、自然と、トークが身につくんよ。な サンタイガー。乃木坂、桜坂、日向坂のメンバーがそれぞれ二人ずつくらいスタジオにいるときの山添。うーわ、何坂か間違えたらファンの人に怒られるから気使うわ。いやいや、ここまではっきり言わんて。多分気は使うわ、正直。うん、疎いし、ちゃんと名前も覚えなあかんし、名前間違えんなやとか多分怒られたりするやろうし、皆さんとか言うやろな、もう怖いから。皆さんとか、お二人はとか、お三方は。さっきからちょっとアイドル多いって。何燃やそうとしてんねん。
きっかけ作んなや。ほんま。試すな、パーソナリティを。これ超えれるか？ちゃうね。東京都、ブランシモン。共演したアイドルからライブの関係者席に招待された山添。あ、無関係なので入れないと思います。断り方ね。断り方ね。いや、声かけてくれてる時点で、もうその関係あり、接点がある人間だと向こうは認識してくれてるやん。それを突っぱねるような真似すんなや。いい。あの、まだ無関係なので、うん。入れないと思います。ありがとうございます。他の方座らせてあげてください。いい。関係がないので、最低やな。サンタイガー。レギュラー番組について聞かれた山添。そうですね、今ラジオのレギュラーがないので欲しいですね。頑張ります。もう振りに聞こえてきたわ。この番組を邪険に扱ってくれという振りに聞こえてきた。9時のクジラ。街中でリスナーに声をかけられる山添。え、キモ。なあ、どんな風に映ってんねん。なんでそんなやつの番組聞こうという気持ちになってん。嫌 やろ。こいつそういうこと言いそうやわって思うんやったら。じゃあ9時のクジラですって言ってくれ。そしたら言うわ、俺これを。え、キモって言う。そしたらね、クジラには言うわ。クジラですって言ってや、ちゃんと。メール以上でございます。受付メールアドレスは yamazoe@obc1314.jp、 yamazoe@obc1314.jp です。メールの件名はバニー、こちらでお願いします。相席スタート山添館の桜橋919、そろそろお別れのお時間でございます。ミクチャでは番組終了後にアフタートークもございます。皆さんからのコメント等を読ませていただきますので、そちらの方もぜひご参加ください。バニー絆変換両方コーナーメールもお待ちしております。ハッシュタグね、山添桜橋919で皆さん感想等もくださいませ。ラジオネーム闇猫。もしもし、さっき住所と年齢とラジオネーム読まれたんですけど、こんだけバレたらラジオネーム変えた方がいいですか？え、俺言ってました？住所と年齢と？もう記憶にない。そんなこと今更言われたって、もう進んでる、何のことか覚えてない。印象薄い。もっと派手なメールにして。バニーやん。サンタイガー。もしもし、山添さん、僕はこんな喋り方してないよ。いや、神尾さんや。神尾さんで来るな。今日神尾さんの CM なかったっすね。好きやのに。あれなかったな。悔しいな。みんなに聞いてほしかったな。神尾さんのあの、ええ声でのあの、CM、好きやね。あれみんな聞いてほしいんだ。聞いてくださいよ。ね。神尾さん明日ですもんね。うん。神尾さん明日やってはるから。さて、トリケラトップスでございます。多分ですけど、僕は一週間ずっとカナディアンビーバーが頭から離れないと思います。もうすでに。僕は頭の中でカナディアンビーバーを飼ってしまってるんだと思います。こうやって共存していくんか、カナディアンビーバーと。架空のもんやったんかな。架空のもんやし、作ったもんやし、実際に住んでたという生き物ではないんかもしれない。いやねん、カナディアンビーバー。ラストいきましょうか。
さて、欲しいものは欲しいもん。もしもし？生きにくい世の中だけど、明日も一緒に頑張ろうな！生きるー！ええやつやった怒ってんのかと思ったら、すっごいええやつやった。元気出るわ、こいつ。嬉しいな。というわけで、皆さん最後までお付き合いいただきありがとうございました。アフタートークをお待ちしております。ここまでのお相手は、相席スタート山添寛でした。